ホグワーツレガシー、前回の続きからプレイしていきましょう。放置してたら、先生の髪に雪が降ってしまった。はい。ここは先生。ブラック校長、何度も言いますが、まだ間に合います。クィディッチの中止を考え直してください。今すぐ入団試験を行えば、短くてもシーズンを開催できます。やらないよりマシです。しかし、怪我をしたとあってはね。怪我はつきものです。ブラッチャーが頭に当たった生徒は初めてではないし、下手なお説教よりためになりますよ。みんなケロリとしたものです。今度の怪我人が純血だからといって中止とい。馬鹿げてる。くだらないゲームのために生徒の安全を軽視するとは。くだらないゲーム？本当に頭の固い方ですね。校長、魔法省の魔法ゲームスポーツ部に校長のことを報告します。そうしてほしい。いい考えだ。必要なら用皮紙も用意しよう。さて、しもべ妖精はどこだ？何ですって？わかりました。ぜひ書かせてもらいます。スクロープなら大広めにいましたよ。私を避けているようです。なぜだろうね。では、失礼させてもらう。大問題やろ、こんなんて思うけどね。なぜあんな人が校長になってしまったの？それはそう。ここで魔法と呼ばれているものを目にすると、なんというか魔法界の未来は暗いと嘆かずにはいられんな。校長先生がこっちに来てる。ミス・ブラーム、話がある。ほら先生、その驚きました。私ブルームです。君の好きな科目は何だったかな？時期にフクロウ試験が始まるぞ。呪文学です先生。無言呪文です。姿を消す呪文に取り組もうかと。励みたまえ。そうすればあの新しい5年生のように透明になれる。あの子は透明じゃありません。図書館で会いましたし、私の、重い本を運んでくれました。ふん。透明といえば、私の忌々しい屋敷しもべ妖精はどこだ？無視。校長先生、ちょっと様子が変だ。でもちゃんとみんなわかるのが偉いよな。まあおかしいけどさ。象牙の取っ手の手鏡を見なかったか？先生、お話があるのですが。私はありません。ブラック校長。ああ、ウィズリー先生。その会えてよかった。そうだ、ついでと言ってはなんだが。なんかガシャガシャ言ってんだけど何？そう、フィグ先生について話をしたいんだが。どうぞ。もっとその時間的ゆとりを持たせることにしたんだ。ゆとり？それで大丈夫でしょうか？正直あそこの生徒が心配です。ただでさえ不在が多いのに。これでいいか。ああ、いや、大丈夫だ。実は魔法省の件で任せていることがあってな。そうですか。ただお言葉ですが、途中入学してきた5年生が城を離れている時間が長すぎるかと。フィグ先生の使いということですが、危ない冒険をしているという噂が流れています。禁じられた森に忍び込んでいるだとか、ランロクやルクたちと戦ったとか。それは話を何でも鵜呑みにしてはいかんぞ先生。いやいや本当に。そうだな、フィグ先生には注意しておこう。これからも君の素晴らしい仕事ぶりに期待しているぞ。ありがとうございます。でも必要なら私が。し、話は以上だ。ウィズリー、ウィズリー先生、ごきげんよう。よくバレねえなこれで。素晴らしい仕事？フィグ先生にゆとり？バレないもんだね。これでフィグ先生も一息つける。つけるだろうか。スクロープの仕事ぶり。お前か。ぜひご覧いただかなくては。スクロープ。お、ごきげんようご主人様。校長室の合言葉は何だったかな？ですが、ご主人様は以前誰にも言わぬと誓えと、ご自身にさえもです。口答えするか。よくも私に口答えしたな。お前の話を聞いてやろうというのに。もちろんですご主人様。どうかスクロップをお許しください。合言葉はブラック家の家訓ですご主人様。もちろんだとも。
ご主人様がお忘れなどとは。なんだこれ、絶対これじゃないでしょう。当時これか、純潔よ永遠なれだったな。その通りですご主人様。当然だ。ええ、そしてご存知かと思いますが、それのフランス語です。ああ、そうだったな。お前が発音してみせてくれ。ああ、ご主人様、スクロープのフランス語がひどいのはご存知でしょうに。ええ、仰せのままに。トゥジュアスピューは。ああ、ありがとう。こんな話をしたことは誰にも言ってはならんぞ。慎んでご主人様、スクロープは決してお邪魔をいたしません。かわいそうになった。堀城先生の効果が切れかけてる。隠れないと。汚い。やめろ。そんな感じだったっけ、切れるときって。間に合った。もう効果が切れる。フィグ先生の言った通り、本当にうまくいった。さあ、怪獣像に合言葉を言おう。違う、これじゃない。マップ、怪獣像ってどこだ。クエスト、どうしよう、これやってくか。まあできるやつ、もう出てるやつからやってこう。ワールドマップ、こんな返事で。禁じられたボニーばっかじゃねえか。よし。よし、来たぞ。大丈夫、私ならできる。彼らがいるから。ここでケンタウロスに会うの？とは言っても、向こうは私たちが来るのを知らないから、正確には会うというよりサプライズって感じかな。いい顔しないかもね。どうなんだろうね、サプライズが好きって感じしないけど。スニジェットを助けるならこれ以外に手はないよ。誠実に話せばきっと分かってくれるよね。下手にごまかしたりすれば見抜かれちゃうはずだから。あー、緊張してきた。何でもお見通しっていうか、そんな雰囲気があるよ。まさにその通りだよ。ただ何でもない。何なの？本当に何でもないよ。別に秘密なんかないもんね。その通り。こっちの考えを隠さずに話そう。手伝ってくれるよ、でしょ？うん、そうだね。そうに決まってる。会えたらスニジェットの話をする。そうすれば何もかも。こんなところで何をしてる？聞いて、話をしに来たの。ああ、ケンタウルスという魔法動物と言葉を交わしたと友達に自慢するつもり？いえ、違う。あなたたちの助けが。黙れ。ここに来たのは大きな間違いだったな、小さき魔女。放っておけ、エレカ。子供を傷つけるのは我々の生き方ではない。立場を忘れたか、じいさん。群れのリーダーは俺だ。それにいくらその生き方を守ろうと、こいつらは俺たちのような生き物を平気で殺すんだぞ。この子たちは殺しはしていない。無傷のまま返すべきだろう。覚えておけよ、ドラン。万が一こいつらが俺の前にまた現れれば命はないぞ。
話通じそうにないな。この人ぐらいか。愚かな子よ、魔法使いはここにいるべきじゃない。さあ、おとなしくついて。黄金のスニジェットは生きてる。でも密漁者に追われてるの。奴らは月の光が手がかりって掴んでる。解き明かすのは時間の問題。お願い、スニジェットを探すのを手伝って。もしかして、密漁者が探しているのは南の洞窟のムーンストーンだ。手に入れて森にある遺跡に置きなさい。では私は群れに伝えてこよう。終わったら会いに来てくれ。この人いい人だな。人どういうことだろう。日記にあった月の光は本物の月の光のことじゃないんだね。でもムーンストーンはスニジェットと何の関係があるんだろう。それにどうして見つけられる場所に確信があるんだろう。不思議ね。もう少しはっきりしてくれるか。質問に答えてくれてもよかったのに。ケンタウルスは謎めいているものだよ。おばあちゃんがケンタウルスは堂々巡りの名人だって。すぐにいなくなったのは残念だね。なんて名前だったっけ。ドラン？群れのリーダーはそう呼んでたね。そのドランさんが情報を知ってるなら疑問は後回しにしてすぐに動こう。図書館で話に出てきた洞窟を調べるよ。何か見つけたら知らせる。なんかそういうの多いよね。後で言うわみたいな。試練、校長室に行く。行こう。マップ。いろんなとこ行ったり来たり忙しいな。まあ、俺がそうしてるんだけど。校長室には、どっから行けばいいんだ？こっからか。トロフィー室の近くだよね。ん？まあ、鎧くんか。なあって言ってるけど。よしよし。ここは普通に行けるか。よしよし。入り組んでんな。校長室ってこんな行きづらいとこだっけ。あんまハリーポッターの映像では、細かい描写はなかった気がするけど、こんな感じだっけ。こんな遠くまでなんかよく行ってたの、ハリー。あ、これはなんか知ってる。これに合言葉を言えばいいのか。トゥジュアスピューは誰でも開くのよくないよな。まあ、でも鍵かけるよりは安心なのか。鍵開けられるもんな。エリートの家系はモットーがあるものなのかな。会えて嬉しいわ。フィグ先生の機転のおかげです。これからどうすれば？入り口の小部屋の台座に近づいて現れた本を読むのよ。本には何が？本には何が書かれてるんですか？お話よ。魔法使いの子供たちがよく知る物語に私が影響を受けたように、あなたにも覚えがあるものかもしれない。わかりました。本を読んで終わりではなさそうですね。その疑念は正解よ。終わってから話しましょう。今までずっと校長の鼻先にあったってこと？もらっとくか、これ。きっとあれが台座だ。なんかマガマガしいの出てんだけど。ここは、何これ。フィッツジェラルド先生、聞こえますか。何これ。私はここよ。どこ。この場所ではニーフと呼んでいいわ。は。あなたは偶話の目撃者になる。物事は常に見かけ通りではないのよ。何これ、気持ち悪い。素早く慎重に動いて見つけた。グラフィックが怖。え、あ、すげえ。まず最初にマントがいるわ。この場所では生と同じように様々な形の死がある。
何が何でも避けることよ。うわー、分かりやすい死だな。俺が来なければ安全だったのでは。入れたりしないか。いけるこれ。よし、抜けた。ガバイぜ。これがチャンスだ。今行きます。ミルさん、タイミングを合わせないと。おお、危ね。今、よしよしよし。見えた。正面に階段がある。そこなんだけど、今。よしよし。うわ、でかっ。死神は見た先に何がいたのかの方が気になるわ。こんなことに。これは俺何を見されてんの今。はしごがある。登ればあいつらに見つからないで済むかも。やばいやばいやばい。見てないで早く移動しなさいよ。よし。動けるうちに動かないと。ニーフさんは近くにいる。怖っ。多くない？多すぎる。できるだけ早く渡らないと。今。あそこに行かないと敵を迂回できないかな。迂回？迂回？オッケー、いた。見つかった風だったけど大丈夫。このままめっちゃ見とるけど。見つかってる。このままじゃ鉢合わせになる。おお。出てきたとこに入る。安全に行くならドアをくぐるしかないね。よし。めっちゃいる。これやばい。いける？お、いける。ちょろいぜ。早く急ぎ。やべえ、危ねえ。ご利用した。あそこに行こう。なんだ、光ってるぞ。なんだこれは。マント。信じられない、体が透明になった。ハリーがもらったやつかな。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。